はいどうも、クレイジージョーカーことともゆきです。はい、というわけでですね、今回は前回に引き続き AKB149 分の1恋愛総選挙ね、このゲームやっていきたいと思うんですけども、まあね、中にはね、今更かよっていう人もいるんだと思うんですよ。まあもちろんね、僕も思います、今更かよって。で、自分自身でも思うんですけど、まあね、ちょっとね、今更ながらにちょっとふとあるじゃないですか。あ、このゲーム久しぶりにやってみたいな、みたいな。そういう衝動です。そういう衝動に駆られました。はい。なんでね、皆さんそれにお付き合いいただきたいと思います。じゃあ早速ね、やっていってるんですけども。もう3日、2日経過したわけですけども、今3日目ですね。さあ、市川みおりさん、みおりに行ってみたいと思います。ね、まあね、みおりに知らない方はね、ね。今この声聞いただけでちょっとわかると思うんですけど、すごい子です。すっごい個性的で面白い子です。ね。なんでまあ皆さんもね、ちょっとは楽しんでもらえるかなと思います。クレーンゲーム大好きなんです。おっと？ね、まあなんだっけ？なんか某番組でやってたと思うんですね。多分ね、クレーンゲームね。なんか。うん。なんか得意っていうのはなんか言ってたような気がする。あれ欲しいなっつって。あれ欲しいなっつって。ん？あ、レモンの抱き枕。そう、この子ね、レモン好きでね、よく言ってんすよ、フレッシュレモンになりたいのっつってね。結構な不思議ちゃんなんですけど、これね、あ、そうですね、忘れてた。ここでね、こう、テロップを、何これ、消したり、ね、四角でね。で、三角で、こう、今までの会話を確認できたり。で、こう、スタートで、こうね、プロフィールが見えたりね、するわけなんですけども。ね。こういうプチ情報は置いといて、次行ってみようか。ね。こうやってみようか、つって。頑張ってください。あ、俺がやんだね。得意なみおりんがやるんじゃなくてね。俺結構、割と UFO キャッチャーそうでもないよ、俺。むしろ、ちょっと、でかいね。あれは得意じゃないよ、俺。一回でいけそうだったんですけどね。なかなかだよ、一回でいくってあれね、UFO キャッチャー。そう、まだまだ、つって。こういうとこは俺なんだよね。一回取れなかったからってすっげえ悔しがって結構やっちゃうんだよね。バン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 ね。あーまだダメかーって。取れそうにないなーって。多分結構やったんだよね、これね。悔しいっつって。これ取れなかったら諦めよう。相当やってんじゃん、俺多分。そうですね。ねえ、いや、プライベートでもそうだけどさ。回の UFO キャッチャーで俺多分取れなかっただけで悔しがって相当やっちゃうタイプだからね。ミオリン横から見たじゃないやつって。はい、やって、もうちょっと奥です。もうちょっとだけ。得意ならやって。金を最小限に抑えるためにミオリンやって。お、ストップ。よし、いい感じだね。おっと、これ取れんじゃね。ここまでは完璧ですね。はいはいはい、ですね。あとは最後の仕上げ、この辺かなっつって。多分やった後じゃ手遅れなんじゃねえかな。じゃあこの辺で、あ、これ何、自由に動かせるタイプのやつなの。もっとですよ、もっと右ガーってね。ガールフレンドの言うことを信じてください。おっと、ちょっとグイってきたね、ガールフレンド。おっと、さあ選択肢もあります。1、そうかな、左だと思うんだけど、それはできない、言う通りにやってみよう。まあこれは明らかにこれだよね、3つ目だよね。言う通りにやってみようっすね。言う通りにやってみよう。よし、わかったっつって。これで取れなかったら最悪だよね。お、これはっつって。お、取れるか。お、いけたかも。出た。いった、取った。やったー、取れましたよ。お、見事。闇より農園のおかげだねって。まあね、まあまあまあ、アドバイスのね。いろいろしてもらいましたかね。そんなでもないですよ。完全にもうデレデレじゃん。そう。お、見事。成功ですね。さあ、というわけでね、無事3日目が終わったわけなんですけど、この3日目が終わったらですね、すごいね、149人いるんですけども、それがね、大幅に減るわけですよ。まあ、見てもらったらわかるんですけど、こういう風にね、こう表示されてですね、各グループの人数がね、でこうガーって減るわけですよ。うわー、 HKT3人、うわ、やばいね。さあ、お、ミオリンからメールですね。まあ、こういうね、メール機能もあってですね、こっちからは送信できないんですけど、向こう側からね、いろいろメールが届いたりもするわけですよ。でさ、ね、ちゃちゃっと、4人目行きましょう。あー、いいね、釣り師ランラン。
あー、中村まりこさんね、いいね。パルルとかもいいですけどね、行きたいですけどね。あー、さくらたんね、さくらたんも面白そうやけどな。まあ、個人的にですね、とりあえずね、完全な趣味です、中村まりこさん行きましょう。二押しなんでね。失礼します。ガンガンにくしゃみですよ、もう。はい、もしもし。で、皆さんね、まあね、まだあの、ちょっと待っててもらえ、おっと、すぐにかけ直すから。おっと、かけ直すパターン、これ実況としてはちょっと辛いパターンですよ。かけ直すパターンはね、実況辛いですけど、まあね、こういうあのちょっとリアリティのあるね、あの何システムもあるわけですよ。ちょっと待っててみたいなね、とか、あと繋がらないとか、そういうパターンもあるわけですよ。で、まぁ、ちょっと待ったら向こうから、どうしたみたいな。電話あったとかね。ごめん、待ったみたいなの電話が来るわけですね。まぁね、その間にね、いろいろ見てみましょうか。アドレス帳、誰々残ったのか。まぁね、先ほどね、くしゃみね、しましたけども、皆さんね、まだね、寒さが結構あるんで、皆さんもね、気をつけていただきたいなと思うんですけどね、風邪もひかないようにね、手洗い、うがいなんかもね。おーね、アーミン残った。お、峯岸みなみ。おー、いいね。野中美里。おー、大島優子。野中美里ちゃんね、あの、全国ツアーのね、タイトルなんかにもなりましたけども。お、ゆきりん残った。やっぱね、こうね、B はね、やっぱ、多いですね。お、4ね、思いのほか残ってんね、これ。これまだ、あの、組閣とかがある前ですね。あの、4がね、黄金センターとか歌ってる。お、来た、噂をすれば、と。もしもし、さっきはごめんね。いえいえいえ。ちょっとダンスの振り確認してて。おー、真面目だことで。ね。まあね、あの、この中村まりこさん、結構バラエティ担当なんて言われてるんですけど、実物ね、結構美人だって。はい。で、あの、割とね、面白いんですよ、トークがね。なんで結構握手会でもね、すごい対応が良かったですね。お、ありがとう、送ってくれて、つって。あ、送ったんだね、多分ね、デート終わりですかね、これね。いえいえ、というか、まあ本当にここで良かったのつって。うん。もうすぐそこだからね。おーね。結構背景、土都会だけどな、これ。全然住宅地とかそんな感じじゃないけどね。おっと、どうした、何があった、忘れてた、ママにお使い頼まれてたんだ。おお、お使いね、買い物ついでだから手伝うよ。おお、いいの、はいはいはい、全然大丈夫ですよ、すぐそこのスーパーね。うん、そこじゃなくて駅の向こうの。おっと、なんで、え、なんでなんで、スーパーあー、これね、家庭的なタイプね、いいね、こういうね、あの、すごいいい奥さんが欲しいね。まずそっから彼女作れって話なんですけどね。使えるのはつって。わあ、すごいね。いっぱいもちゃんとできててね。そんなキャッチフレーズあったんでね。ね。まあね。こういい奥さんですよね。すごいね。ちゃんといい奥さんになるタイプですよ、これ。スーパーマーケットの店内ね。さあ、結構買いましたね。ちょっと重いね。つってね。ああ、いえいえ、全然もうね、力仕事の任せてくださいよ、ほんとにね。あ、なんかさ、これって。ん？ということで、お、ほんと、すげえ、ぴったりだった、今。セリフと俺の普通の素のリアクションがシンクロした。ぽい！今のぽいってめっちゃ可愛い。1、選択肢、兄弟じゃないかな？そう見えるかもね。そんなまさか、兄弟は絶対まずいから。まあ、そう見えるかもね、つって。うん、まあこれが一番オーソドックスかな。うん。やっぱり、そうだよね。まあね、絶対ね、中村まりこさん多分、ね、結婚して新婚さんになったら、まあ飽きないでしょうね。いや、すごい、トークがね、すごいから。もういかにもなんかトレンディードラマみたいに。ノリノリじゃないですか、本当に。だからここは乗っておかないと。ね。そういうもんなんですかね、まあ。まあね、まあよかったよかった、結果ハッピーエンドで。カードが手に入れた。で、まあ、こういうね、あの、カードとかね、そういうコレクション機能もありましてですね、こう、デートのなんかいい対応したり、なんかいろいろ条件が揃うと、こうカードが手に入ってね、まあ、あの、ギャラリーだったっけ？なんだっけ？労働時間が長い。重いのか労働時間がなくてわかんねえ。あ、これね、デートでさ、また割れるんですよ、こう、デートが終わったら。お、はたさん割れた。あきんちゃん割れた。あ、どんどん割れていく。おー、まあ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 。最小限かな。で、こういう先ほど言ったように、こう、アルバムだった。ごめんなさいね。なんか、アルバムでね、ギャラリーじゃなくて、アルバムで、いろいろ見えたりするわけなんですけど。さあ、
もう一人ぐらいギリギリいけるかな、これ。さあ、サクッといきましょう。そっち。あ、しおり、お、ミルキー、来た。これいこう。もう即答。ね。釣り師ですよ。あの、チャプチャプしようとかね。まあ、あの、ポワーンとした雰囲気というかね、ほんとあの、小悪魔のワルキーですよ。巷で噂のワルキー。ね、いろいろまあ、ソロデビューなんかもしてね。すごい今、ノリに乗ってる子ですけども。お、遊園地。あ、この関西弁が可愛いんだよね、これね。やばいね。はいはいはい。あ、私、あそこ入りたい。あそこってどこ？うわ、最悪じゃん、お化け屋敷。俺、苦手だもん。意味がわかんない。お化け屋敷好きの意味がわからないもん。なぜ好きなんだい？いや、怖いじゃん。100% 驚くってわかるじゃん。めっちゃ怖い。あ、このめっちゃ怖いって関西弁ね。やっぱ関西弁ってね、なんかこう、人を10倍ぐらい可愛くね、しますね。お化けめっちゃ苦手。どうした？どうした？さっき、さっき好きって言ったよ。ミルキー、おかしいね。さっき入ろうって言ったよ。ん？聞かないで。面白くないよ。お化け屋敷は全然面白くないよ。俺たちは地獄だからね、そこね。何？どうした？おっと、腕組んできた。これが釣り師ですよ。うわぁ。来た、これ別の意味でドキドキするパターンだ。もうお化けとか多分見えなくなっちゃうよ。こんな可愛い子に腕組んでって言われた。うわぁ、来た。そりゃドキドキするさ。うわ。うわ、超釣り師じゃん。これでまた上目遣いですよ。出た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 、釣り師出た。キャッつって、やっぱり我慢できへん、怖い。あー、またこれ可愛いパターンだよね。あの釣り橋効果ってやつっすよ。出たね、釣り師やっと出られたねっつって。あーね、もう多分もう俺ね、どうでもよくなるね。お化けとかね、こうやってバッて抱きつかれたらね。おっと、腕離さない？次何にする？うわ、かわいい。やばい。うーわ、こりゃ、釣れるでしょ。で、選択肢1。1、もう、君の好きなのでいいよ、つって。2、腕離そう。これやばいね。3、もうお化け屋敷出たんだけど。これでしょ、1、もう、1、もう、釣りし、釣られた。かわいい。イェイ。何このテンション。くっつくやつか、わかんないけど絶叫マシンかなっつってね。私、絶叫マシンは無理やからな。無理やからなっつって。俺も無理だけどね。うん。うわ、かわいい。もうこれなら、どんな絶叫マシンでも我慢できる。もう、いっそのこともう、何普通に、バンジージャンプでもいいよね、もう。これだってくっついてくれるならね。あのアトラクション。ああ、もうかわいい。この、無邪気さがかわいい。あ、こけた。たたたいでこけた。いきなり走り出した。わあ、もうこの無邪気さよ。こけてもこの無邪気さなら許すよ。うわ、もうほら、可愛い子なら何やってももういいんだよ。この可愛さ罪だよね、多分ね。うん、絶対だよ、絶対罪だよ。もうやばいね、完全に釣られたね俺ね。さあ、まあね、今んとこね、こう誰をクリアしようとか決めてないんで、こういろいろね、デートを経て、その末にね、こう良かった人の神告白をね、受けることになるんですけども。まあね、神告白っていうのがこう、さっきはね、あの、こう、静止画で、こう、いろいろデートをしてましたけども、まあ、神告白っていうのはこう、告白されるんですけども、完全に動く、ムービーのものですね。まあね、それが見れるのかどうか、果たして誰が神告白してくるのか、そしてそれを友幸が受けるのか、そういうところも楽しみにしつつ、今後の実況動画期待していただきたい。おっと？これは？これもう時間がないから、とりあえず一回スルー。ごめんなさいね。本当に、ね、みちゃんには申し訳ないけども、一回スルーします。それでは、ね、みちゃをスルーしたところで、本日6日目、ともゆっきーでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。